おはようございます。おはようございます。今日も元気ですね。今日は今日はね、いい天気でさ、うん、おじいちゃんがね、お花取り替えたの。あ、うん、それでね、少しその上も草取りたいけどね、後ろの方も。でもまあ、今日はお掃除のおばちゃんが来てくれる日だから引っ越す前にここらも綺麗にしとかなきゃ。でも私はね、もう毎日こっち来てきます、足が動く限り。でもベッド屋さんが12日に来てくれて。あ、そうなんですか。で、一応ベッドだけ運んで、うん、それで場所がはっきり決まったら、はい、今度はあの皆さんにもタンスをちょっと運んでいただくの手伝ってください。はい、わかりました。お願いします。おばあちゃん、朝何時に起きてるんですか？6時。6時、うん、6時に起きて、で、あの着替えて、うん、それで7時にはご飯食べて、それでやっちゃんが8時に来るから、うん、それで8時に外に出てきて、それでやっちゃんが1時間やって、うん、それで私はもうちょっとやって、それで引っ込みます。あんまりね、もっとやりたいんだけど、うん、やりすぎるとやっぱりまたね、肩痛いしね。しょうがないね。でもこの前もね、一応生えて玄関も吐くんだけど、今日はちょっと遅くなっちゃった。お疲れ様です。はい、どうもありがとう。あら、うさちゃんも綺麗になった。おい、あら、うさと、その入れ物の上、お水が乗っかってやっちゃう、まだ乗れないじゃん、ね、おい、もっと後ろ行け。おい、もっと後ろ行ってくださいよ。おい、おい、おい、ね、ほら、ああ、うんこだらけだ。ああ、出なきゃね。そうかね。部屋抜けて、部屋抜けて、どうしようもないよね、あんた。あれ、このうさぎの名前は何でしたっけ？それはリーボンちゃん。リボンちゃんね。子供がつけてくれる。手が飛ぶよ。もうすごいんだからね、あんた。手がもう。もうこんなに抜けなかったんだけど、もう冬毛になって、もう回るかしらと思ったら、まだほらあんな汚いの。こう串でこうやってやりたいんだけど、ブラッシングしないで。猫用の、猫じゃない、ウサギ用のもあるんだけどね。ほらあんなに汚いね。時々ね、引っ張ってこんな束になって取れるよ。特別なんかしら、この子。